全国1000万人の機動戦士ガンダムシードファンの皆さん、こんにちは。ということで今回はシードの世界の宇宙開拓史について、ああでもないこうでもないと気持ちだけで一体何が守れるっていうんだと言われるまで語っていきたいかなと思います。違うだろう。ということで今回は、ガンダムシード第1回ということで、世界観についてです。僕たちは、どうして、こんなところへ来てしまったんだろう。僕たちの世界は、この世界の戦争の大元にあるのは、妬みや憎しみといった人間の根源的な恥ずべき感情です。この世界がそこまで至ってしまった経緯というのは、本編を見ていても深くはわかりません。しかし、そこまで至ってしまった過程というのは、細かく設定が考えられています。そもそもの始まりはあの男、ジョージ・グレン。なぜこの世界には、コーディネーターと呼ばれる人々が溢れ、宇宙に住み、ナチュラルと対立することになったのか。そんな世界の成り立ちを知ると、より物語が面白くなるはずなので、この世界の成り立ち、開戦までの経緯をああでもないこうでもないと話していこうと思います。と考えましたが、まずはこの世界特有の基本的な言葉を知っておいた方がいいと思いますので、今回は用語解説です。戦争には制限時間も得点もない。スポーツの試合のようだね。なら、どうやって勝ち負けを決める?どこで終わりにすればいい?敵であるものを、すべて滅ぼして、かね。さてタイトルからもお分かりのようにこの物語はガンダムですが、この世界にはガンダムというモビルスーツは登場しません。そういやさ、キラはなんで時々、あれのことをガンダムって呼ぶんだ。ああ、起動画面に出るんすよ。ジェネラルユニラティラル、ニューロリンクなんたらかんたらってね。その頭文字をつなげて呼んでんでしょう。軍の方じゃ、一番最初の G だけで。この世界のガンダムという名前は、キラが付けたいわゆるあだ名です。キラの登場するストライクガンダムの形式上の名前は、GATX-105、ストライクです。この GATX シリーズのモビルスーツに使われている OS が蒸気の名称で、小次郎が言っていたようにガンダムとなります。これは後半の主人公機、フリーダムガンダムも同様です。ああ、ガンダム。ちょっと違いますわね。これは、ZGMF-X10A、フリーダムです。でも、ガンダムの方が強そうでいいですわね。このフリーダムにも当然の権利のようにガンダム OS が採用されていますが、ストライクのものとは別物です。同じ OS が使われているからガンダムなのではなく、キラがフリーダムを見てガンダムと言ったように、ストライクのような顔をしたモビルスーツをガンダムと呼んでいるわけです。余談ですが、続編のデスケニーに登場するインパルスに代表されるガンダムも、ガンダム OS を持っていますが、前述の2つとは異なるものです。この世界のモビルスーツは宇宙世紀のモビルスーツと違った大きな特徴があります。それは動力源が違うということです。逆に代表される宇宙世紀のモビルスーツの動力源は、核融合炉エンジンですが、ストライクをはじめとしたこの世界のモビルスーツの動力源はバッテリー、つまり電池です。これはガンダムシードにおける重要な世界設定です。ニュートロンジャマーは、宇宙世紀の設定で言えば、南極条約とミノフスキー粒子を合わせたようなものです。すなわち、核ミサイルと、電子レーダーの使用を制限するものです。核エネルギーが使用できないからこそ、モビルスーツにはバッテリーが採用されているわけです。これはロボットによる近接戦闘の意義を担保するための設定ですが、シードの場合は物語の根幹に関わっています。それはニュートロンジャマーが、人類の理性の象徴であり、人のタガであったからです。ラウル・クルーゼは、これを無効化するニュートロンジャマーキャンセラーを次のように表現していました。私は鍵を探していた。そして拾ったのだ。おそらくな。扉を開く、鍵であると。用語解説なので、ニュートロンジャマーの理屈をざっくり説明しようかと思います。ニュートロンジャマーが抑制する核エネルギーというのは、
核分裂によるエネルギーのことです。ニュートロンジャマーはそのための抑止兵器のはず。しかし、あれは全ての核分裂を抑止する。核分裂反応は、3つの要素で説明されます。アインシュタインの特殊相対性理論、核分裂反応、核連鎖反応の3つです。核分裂反応というのは、原子核に中性子をぶつけることによって、質量数の小さい原子核に分裂するという現象です。例えば代表的な核反応物質にウラン235があります。235というのは、質量数を表し、原子核を構成する陽子と中性子の合計です。ウラン235に中性子をぶつけると蒸気のような反応が起こります。N は中性子を表します。原子核に中性子をぶつけると、新たな2つの原子核と中性子が現れます。蒸気の図のような状態です。ここで重要なのは左上の数字、質量数です。中性子の質量数は1なので、質量数の式は、左辺等辺で変わりません。しかし、質量数は同じでも反応の前後で質量は変化します。具体的には、核分裂反応が起こると質量が減少します。これを質量欠損と言います。質量欠損は原子核の結合エネルギーだと考えられています。ここで出てくるのが特殊相対性理論です。質量とエネルギーは等価であるという帰結から、核分裂によって減少した質量がエネルギーとして放出されると言えます。これが核エネルギーの基本的な考え方です。しかし、エネルギーが光の速さの事情に比例すると言っても、原子核自体が非常に小さいものなのでたかが知れています。先ほどの核分裂反応を思い出してみましょう。原子核は核分裂を起こすと、新たに中性子を放出します。この中性子が別の原子核にぶつかり、新たな核分裂反応が起こります。これを核連鎖反応と言います。核分裂反応の肝である中性子は、英語でニュートロンです。ニュートロンジャマーとは、中性子を阻害するものということですから、中性子の動きが制限されれば、核分裂の連鎖反応は起きず、結果として核エネルギーが使えないということです。ニュークリアジャマーではなく、ニュートロンジャマーであるところがこの設定のおしゃれポイントです。劇中では、マスドライバーを有するパナマ基地を攻略するということを装った、ザフトの第二次地球侵攻作戦、オペレーションスピットブレイクがあります。開戦当初にザフトによる第一次地球侵攻作戦、オペレーションウロボロスというものがありました。この侵攻作戦で、ザフトは地球にニュートロンジャマーの発生装置を大量に投下しました。これによって先ほども話しましたように、核分裂が抑制され核兵器が使用できなくなると同時に、原子力発電も行えなくなりました。核で総攻撃というのは、それよりも深刻になっている地上のエネルギー問題の解決を優先させた方が、ニュートロンジャマーの影響で地球は深刻なエネルギー不足に陥っているという舞台設定があります。そして、副次的にミノフスキー粒子のように電波を撹乱させるという効果もあります。地上は N ジャマーの影響で電波状況がめちゃくちゃだからな。人類初のコーディネーター、ジョージ・グレンは、木星探査へ向かう宇宙船から、衝撃的な告白とともにその技術を公開して地球を旅立ちます。ナチュラルとは、我々と同じように自然に生まれた人類であり、コーディネーターとは、人為的な遺伝子操作をされて誕生した人々です。僕は、僕の秘密を、今明かそう。僕は、人の自然そのままに、ナチュラルにこの世界に生まれたものではない。僕は受精卵の段階で、人為的な遺伝子操作を受けて生まれたもの。その詳細な技術のマニュアルを、今、世界中のネットワークに送る。このナチュラルとコーディネーターの争いが、シードの世界の戦争です。しかし、ジョージ・グレンがいかに驚異的な能力を示し、その能力を用いる方法まで示したとしても、現実の世界と照らし合わせれば、世界を二分するほどにコーディネーターが増えるとは考えにくいです。それは、生命倫理というものがあるからです。
技術的には可能でも、倫理的にすべきではない。人に関するクローン技術などがわかりやすい例ですね。実際に第一世代のコーディネーターである、アスラン、ラクスの父、パトリックやシーゲルは、極秘裏に誕生したことになっています。ジョージ・グレンは、コーディネーターの秘密を公表しただけではなく、もう一つ人類にとって衝撃的な情報をもたらすのです。それが劇中では通称クジラ石と呼ばれている、エビデンス01という物体です。そして14年後に再び彼からもたらされた。もう一つの衝撃。僕たちはこの外宇宙からの贈り物を調査するため、空へと出る。僕たちの研究プラントはまた、資源、技術、様々な宇宙の恩恵を地球へともたらすだろう。ジョージ・グレンは、木星探査で赴いた、エウロパ付近の隕石の中から、とある化石を持ち帰りました。これがエビデンス1と呼ばれているものです。これの一体何が人類に対する衝撃だったのでしょうか。エビデンス01。実物を見たことは。いや。なんでこれをクジラ石というのかね。これ、クジラに見える？いや、そう言われても。これどう見ても羽じゃない？普通、クジラに羽はないだろう。エビデンス01の実物は、プラントの最高評議会議場のロビーに展示されています。バルドフェルドの前線基地にレプリカが置かれていることからもわかるように、コーディネーターにとって重要なものなのです。まあ。でも、それは外宇宙から来た。地球外生命の存在証拠ってことですから。僕が言いたいのは、なんでこれがクジラなんだってことだよ。ちぐはぐな会話をしていますが、クジラ石というのは、地球外知的生命体の存在の証拠、エビデンスということです。なぜ、ET の化石が、コーディネーターに重要なものなのでしょうか。まあ、楽しくも厄介な存在だよね、これも。厄介、ですか。そりゃあそうでしょう。こんなもの見つけちゃったから、希望っていうか、可能性が出てきちゃったわけだし。人はまだもっと先まで行ける。でさ、この戦争の一番の根っこだ。バルドフェルドが厄介なものであり、戦争の根っこと言っている通り、重要なものであるわけです。コーディネーターは、ジョージ・グレンの輝かしい実績とともに、人類の新たな可能性を示しました。しかし、先ほども言ったように、すぐには世界に認められませんでした。この、クジラ石はあるものを破壊したのです。それは、宗教の権威です。調査委員会は、偽物である可能性は全く発見できなかった、と発表。また、クジラレベル、あるいはそれ以上の知性を持っていた可能性が高い、とも発表。これにより、各宗教界は混乱に陥る。大抵の宗教は、地球外知的生命体というものを想定していないので、宗教界が揺れることになりました。そこで、各宗教の代表者が集まって会議が開かれます。各宗教界の権威者が一堂に会するが、議論はまとまらず、宗教界は権威を失墜。以後、コーディネーター寛容論は世界に蔓延。物事の価値観、社会通念には、宗教的な関連が深く関わっているので、宗教の権威の失墜は物事の価値観の変革につながります。宗教権威の失墜は、生命倫理にも影響を与えます。これがきっかけとなって、コーディネーターに対する考えが寛容になり、コーディネーターの数が増加することになったのです。コーディネーターにとって世代はとても重要な意味を持っています。通常、世代と年代は一致しますが、コーディネーターにおいては一致しません。主人公のキラとアスランは幼馴染みであり、同い年という設定ですが、キラとアスランの世代は異なります。キラは第一世代のコーディネーターですが、アスランは第二世代です。僕は一世代目のコーディネーターですから。一世代目。両親はナチュラルってことか。コーディネーターの世代とは、親がコーディネーターであるかどうかです。わざわざこんな丁寧な振りがしてあるのは、コーディネーターの世代が物語の重要な要素でもあるからです。
それはプラントにおけるコーディネーター間の対立の要因です。我々にはそう時間はないのだ。いたずらに戦果を拡大してどうする。コーディネーターには反戦派のシーゲルクラインと抗戦派のパトリック・ザラの対立があります。これは単に戦争が愚かなことであるからというだけでなく、コーディネーターに対する考え方の違いが大きく関係しています。シーゲルは我々には時間がないと言っていますが、これこそがコーディネーターの世代と関係しています。我らコーディネーターはもはや別の新しい種です。ナチュラルと共にある必要はない。パトリック・ザラはコーディネーターはもはや単なる人類の可能性ではなく、人類の新しい種であると言っています。しかしシーゲルクラインはコーディネーターはすでに行き詰まっていて、新しい種などではないと言います。早くも道の行き詰まった我らのどこが新しい種かね。婚姻統制を強いてみても第三世代の出生率は下がる一方なのだぞ。ここに世代というものが深く関わっていて、世代を重ねるごとにコーディネーターの出生率は下がっており、すでに行き詰まっている。ナチュラルに比べ知性や身体能力に優れ、病気などにかかりにくいという特徴はあっても、生物として致命的な欠陥があったのです。だからナチュラルと戦争などしている場合ではないのです。我らはもう今持つ力を捨て、進化の道をナチュラルに逆戻りすることなどできんのですよ。我らは進化したのではないぞ、パトリック。我らはもはやナチュラルとは違う新たな一つの種なのです。パトリック・ザラがコーディネーターを人類の進化した新たな種であると言っているので、宇宙世紀におけるニュータイプ論にあたるものだと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、本質的な意味でのニュータイプ論にあたるものはタイトルにもなっているシードです。推測の域を出ず専門外のことでもあるが、以前一度だけ学会誌に発表されて論議を呼んだスペリオール・エボリューショナリーエレメント・ディステンド・ファクターを想起されたい。可能であればキラヤマトに対しては本編ではあまり詳しくは説明されませんが、シードというのはスペリオルなんたらかんたらの頭文字をつなげた言葉です。種の進化的要素を決定づける因子という意味です。本編ではシードを持つ者は4人登場します。キラ、アスラン、ラクス、そしてカガリです。重要なのはカガリだけは唯一ナチュラルであるということです。シードは人類という種の進化に関わるものであり、ナチュラルやコーディネーターといったものによらないのです。シードの発言はナチュラル、コーディネーターの双方に現れ、発言すれば人類の一つ先のステージに進む可能性があるとされている。ジョージ・グレンが木星探査プロジェクトのために設計した宇宙船の名前をフィオルコフスキーと言います。この名前は実在する人の名前で、日本ではあまり有名ではありませんが、人類の宇宙進出に多大な貢献をした人物です。彼はロケットの設計に重要なフィオルコフスキーの公式と呼ばれるものを考案した人物です。この方程式は燃料を燃やしながら変化していく質量と排気ガスの速度との関係を定式化したものです。彼の公式があればこそスプートニク計画が実現したと言っても過言ではありません。人工衛星スプートニクは宇宙時代を開いたとされるが、それは彼が定式化したロケット理論がなくては実現しなかった。その意味でチオルコフスキーは人類を宇宙時代に導いた恩人である。またガンダムではおなじみのスペースコロニーというアイデアを初めて考案したのもチオルコフスキーであり、 00 や G レコに登場する宇宙エレベーターという概念を考えたのも彼です。チオルコフスキーのすごいところは、彼は高等数学や自然科学を独学でマスターし、人類の宇宙進出への夢を描いた人であり、何より彼は大学や研究施設の研究者ではなく、彼の本業は学校の先生だったということです。いかがでしたでしょうか。今回は第1回ということで、重要な用語の解説でした。ニュートロンジェマーやクジライシなど、SF として面白い設定がガンダムシードの世界にはあります。
次回は、この世界の成り立ち、戦争が始まるまでの解説になるかと思います。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。君も知りたいだろう。人の飽くなき欲望の果て。進歩の名のもとに狂気の夢を追った。愚か者たちの話を。